春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえて、涼しかりけり。これは日本仏教の禅宗の一つ、曹洞宗の道元禅師が読んだ和歌で、世の中のありのままの姿を歌ったものです。情報にあふれた忙しい日常では、時にこの和歌のような当たり前の豊かさを忘れ、孤独を感じたり、狭い視野に陥ってしまいます。禅、ここに私たちを本来の自分へと導く教えがあります。果たしてそれは一体どういうものなのでしょうか。座禅とは仏教の伝統的な修行法の一つで、姿勢を整え呼吸を整えながら座ることで心を安定させる修行です。慌ただしい現代社会に生きる私たちは、常に情報や環境に振り回されることでストレスが多く、心を休める方法を知りません。その点座禅は、外に向かいがちな心を内側へと向きを変えることで、本来備わっている柔軟性を取り戻し、緊張をほぐしてくれるのです。
ろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、せっかくだから少しこの座禅の工夫についてお伺いしたい。座禅の工夫。そうですね、多分まあ、今いろんなところでは座禅したい人もいると思うんですけれども、うん、ありがたいことですね。そうですね、あと禅に興味がある人もある、うん、いると思うんだけど、実践としては、まあ、工夫という座禅としては何か気を使うところ、あるいは自分の工夫として、うん、あれはちょっとうまくいかなかったところもあったり、あれは変わったとか、そういう、例えば朝、はい、私にとっては朝の、ね、うん、眠さというか、どうするんですかね。そうですね、これは例えば多分座禅は厳しいと思われる場合もあるんですけれども、そのなぜ厳しいかというと、やっぱり足痛い、はいはい、それは一つで、もう一つは眠い、眠くなる、眠気。ただ足痛いというのはその痛み、なんかこう痛み感じながら、まあ、続けることもできるんですけれども、眠いとも本当にもう何にもできないんです、ね、本当にもうこうこうこうで、それもどうしてもこう頭振ってるのが本当に眠いで、それ正確さはどういうまあ、アドバイスというか、自分の経験としてはやっぱりそういう、はいはいはい、眠いところもあると思うんですけれども、うん、あれどうやってますか。眠い時は寝ますね。あ、寝ます、やっぱり、はいはい、他に何かあるか例えば禁品する、やめてね、一度やめて禁品して、あるいは窓を開ける、うん、でも本当に眠い時はもう寝ちゃう、で逆にもう30分で寝るっていう、はい、あ、はい、じゃあやっぱり眠い時に寝るっていうのはある意味合ってるというか、眠い時は寝る、はい、でもそうするとこう、ね、ずっとじゃあもう今日は眠いし、うん、やめ、座禅もやりたいけどまあいいっていうのも分かるけどちょっとできないよなっていう人もいると思うんですけど、うん、そういう時でもこう、はい、習慣にして続けていけるような工夫っていうのはなんかないですか、はい、なるほどね。いや、そういう意味で私が考えてるのは、うん、私が座禅というのはファーストデートだと思うんです。ファーストデート、そう、つまり毎回の座禅はファーストデートのような気持ちで入る。おつまり、ね、どういうことですか。ファーストデートは眠ることはないでしょ。ファーストデートで相手と一緒になんかこううとうとしたら、それはもうファーストデートは最後デートになる。でやっぱりファーストデートは一生懸命にいろんな、まあ、環境との整えるでしょ、うんうんうん、まあ、ちょっとパフュームつけたりとか、はい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 、あと、まあ、髭剃ったりとか、うんうん、あとキャンドルとかろうそくとかつけたり、身だしなみを整えたり、そうですね、まあ、ちゃんと、まあ、ソファーか椅子か、はい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 、ちょっとライトを少し軽くしたりとか、でそれでまあ体もピカピカして、もうファーストデートに挑戦っていうか、それ、うんうん、私がザゼのものはそんな感じですよ。うん、つまり慣れない。慣れない。うん、慣れるな。うん、慣れたらその緊張感というか、うん、なんかこうちょっと落ちるような気がします。うん、最初に、まあ、静かな場所を選んでください。それで、まあ、ちゃんと座布団敷いてください。座布団の上にもう一つ、まあ、私たち今座ってる座布置いてください。ただライトもやっぱり暗いと 寝ちゃう、はい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 、逆に明るすぎるともう心も興奮しちゃう。やっぱり環境を整えた上でこちらも整えるんだけど、物を整えると、あとこっちの体とか心とか呼吸を整えると、それは本当に一致になったらもう本当に座禅そのものになるじゃないかな。それはファーストデートのように、なるほど、次のデートもなる、はいはいはい、そうやって整えてそのデートの環境というのを整えていくことが最終的に心を整えていくことにつながっていくんですね。そうですね。それ経山禅師さんの言葉で何かありましたよね、そういう言葉が。長身、長足、長身ですよね。体を整えていくと息が整って、うん、息が整っていくと意識せずとも自然に心が整っていくと、うん、はい、特にこう情報が多い今の時代に効果的だなという自分では感じますね、はいはい、やっぱり明かり一つ気を使ってやっていくと、はい、自然にこう体も整ってくるし、はい、でそうやってその自分の周りの環境が整ってくると体もすごくリラックスしたいい状態になってきて、はい、そうするとまあ自然に息が整うんだけれども、これを逆に呼吸法でね、はいはい、息を整えようとか、ね、はい、心を無にしようみたいな、はい、そういうことをやり始めると疲れてくるというかね、うん、まあ、とりあえずただ座るだけっていうのはすごく簡単で、そこはやっぱり、うん、僕は座禅の大好きなところですよね、はいはい、そうです、楽ですね、うん、簡単ですね、はい、この間ちょっと読み直したんですけれども、うん、つれづれ草っていう、吉田健吾の、すごいですね、いや、あれシューティングアローって何ですか、
弓矢ね、うん、弓矢でみんなその、まあ、トーナメントがあって、うんうんうん、でそれで一人が初心者で3つの矢を準備して、うん、でこうここに入れてでこう、まあ、目指そうとしてたんですね、うん、でそれ師匠が来て、うん、お前何やってるの、うん、いや今ちょっと初心者がまだよくわからないんだからちょっと今一生懸命にやってるの、いやいやこれダメだよ、うん、初心者は一つしかない、3本はダメ、うん、なぜかというと3本あるとまず油断して、うん、あ、まあ、あと2つあるよっていう考え方あるんだけど、でそれ座禅と同じように、うん、まあ、ファーストデートに通じるんだけど、うん、まあこのデートはちょっとまだ整えてないんですけれども、うん、でもまだ来週きっとあるよっていう考え方だったらこれもうダメっていう、うん、なるほど、通じるんじゃないかなと思ったんですけどね、うん、一生懸命というよりも先ほど明日まで明後日まで来週まで生きるという証拠はどこにもないんですよ。私たちあると思うんです、ああまだあの60歳になったらちょっとゴルフやろうかなとかそういう考え方あるんですけれども、うんうんうん、証拠はどこにもないですね。緊張感を自分の実践の自分の座禅に入れて、別に緊張しながらするんじゃなくて、でも本当に今しかない、で今しかないんだから正直親切にやるしかないじゃないかなと思うんですね。その弓矢の話聞いて、あ、なるほどなと思ったんですけど、興味はあるんだけど、うん、っていう人にはどういう導入の仕方というかね、おすすめしますか、はい、そうですね、うん、まあ、実際にやってみればわからないですね。多分正確さんの本の中にも書いて、座ればわかるっていう多分おそらくそういう何て言うんですか、入り口というかそういう方法しかないと思うんですね、うんうん、私たちもとにかくやってみる、そうですね、うん、とにかくやってみるんだけじゃなくて、とにかくやってみて続けてみてください。なるほど、うん、それ続けるために何かこう秘策みたいなのありますか。ただそのためにグループが必要ですね、あるいは師匠が必要ですね、うん、ただ勝手にいくらでも勝手にこれから毎日1時間座るぞというか、そういう態度はやっぱりダメですね。やっぱり参加というコミュニティがないと、うん、続けられないし、私は思ってるのはその座禅はシカンターザだから、すごいシカンターザということについて話すと、そのただ座るだけ、もちろんただ座るなんですけれども、ただシカンターザという後ろに必ず師匠の教えがあるんですよ、うん、道元禅師がシカンターザを教わった時、必ず如如禅師がいたんですよ、うん、中国に行ってシカンターザを自分勝手に習って帰ってきたというわけじゃないし、うん、だそういうは今の時代一番危ないところです。つまり自分で YouTube でなんか探しというか、ああこう、ああこうなんで自分で座って、うん、やっぱ勝手シカンターザじゃなくて勝手ターザになっちゃうかもしれない。なるほど。やっぱりどっか地元にある、まあ、こちらも、まあ、このホテルにも、ね、一時的には全クラスとかいろいろ行われてるんですけれども、うんうん、まあ、東京だけど、まあ、ベルリンもそうですし、うんうん、これから福岡もそうかもしれないけど、やっぱりそういう教えてるものを見つけて、うんうんうん、できるだけしばらく続ければ、うんうん、多分そこの、その修行というか座禅が自然になるんじゃないかな、まあ、座禅になると思います、はい、どうやったらみんなが座禅をしてくれるのかなっていうのをちょっと本庄さんの知恵を借りて一つこう言葉にしたいなと今日は最後思ってるんですけど、座禅のことは安楽の法門と言われてるんですけどね、座禅するとどこが楽ってどこが安心って全然逆のイメージがあるでしょ、あ、なんか厳しそうなイメージあるんですけれども、でも実際座ると楽です。そうですね、そこはちょっと伝えたい、そうとそこは伝えたいですね。とは自分を前に正確さんおっしゃったように手放すっていうことはあるんですけど、うん、その手放す練習というかな、うんうん、手放すそのものかもしれない。それで自分というのは一番重い荷物、うん、でこの一番重い荷物はもう朝から夜まで自分しかない、うん、またこの俺、うんうん、もうどれも俺ね、うん、だから一番危ないのはやっぱり俺ですね、うん、原因としてはもう本当に苦しみの原因しか作ってないで、逆に苦しみはどうしても嫌だ、苦しみはしたくない、苦しみたくないんだけど、どうしても原因としてはやっぱり幸せになるための原因作れない、うんうん、余計苦しむ方ばっかりをやってるんです。今ね言ってたその逆にその苦しみを逆に作ってるっていうことで考えると、座禅をしててそれが原因で、まあ、確かに最初だけは足痛くなるかもしれないけど、それで苦しみが生まれるっていうのは全く想像できないです。そうですね、うん、はい、それは全然ないです、ね、はい、座禅でやっぱりそういう楽なところでは、うんうん、これ自然に起こるんですよね。なるほど。それに加えて肉体的にも僕はね本当に楽だと思うんですよ、うん、
座禅、うん、座禅を始めてから夜行バスとかが全然楽になるよ、はい、全く問題ないですね、はい、接心の時なんかこのまま2時間3時間やってても動かなくても全く苦しくならない、はいはい、っていう姿勢を追求していった結果この姿勢になったわけで、そうですね、はい、その無理にね 痛いのを我慢して座ってるわけじゃないじゃないですか、はいはい、一番楽なあり方として、はい、世界中の人が覚えといて損はない、はいはい、そうですね、座り方じゃないかなと僕はね本当に思うんですけど、ただテレビとか見るとみんな一番楽はもうソファーとか、ソファーこう座るとか、ね、めちゃきついですよ、ね、きついですよ、あれ3時間やったら、はいはい、もう本当腰折れそうに、そうそう、いくらでも面白い映画見たらもういやいやこういうのとかね、だからそれをそこはちょっとね分かってほしい、はい、一番楽なんだっていうのは物理的にも肉体的にも相当楽だっていうのはねこれやってみたら、うん、あの分かってきますからね、はい、それがこうまた息が心にねつながっていくというのはぜひ知ってほしいですね。 それは経山ジョギング、ね、様がおっしゃったようにその整えることですよね、はい、体とか息とか、うん、まあ、心も自然に整えるんですね、整ってきますね、はい、本当に禅に出会ってよかったなと、そうですね、私自身は思います。そう考えるとやっぱり今の世界にとってはこういうもうちょっとこの整えるところ工夫していけばいいじゃないですか、ね、そうですね、整ってないとやっぱりイライラしてくるんですよ、はいはい、でイライラしてくると怒らなくていいところにすごい怒っちゃったりとか、はいはい、子供のね、はい、怒ったり喧嘩する時って大体そうじゃないですか、はい、その何か問題があるんじゃなくて、うん、とにかくお腹が空いてるとか、そうですね、整えてない、肉体的につらいとか、そう、そういうのなんですね、そうですね、そういうことを考えると、はい、もう本当にいつでもどこでも整うっていう姿勢っていうのは、はいはい、これは本当になんか当たり前のようにねこの格好してますけど、やっぱりこう代々伝えてきてくれた人たちがいて、そのおかげでしかもこれだけ表現しづらいのに、はいはい、伝えてきてもらって、はい、それをできることなら広めていきたいなっていうふうに思いますけどね、はい、伝わるといいですけど、そうですね、はい、座禅について話すごい難しい、本当に難しさを改めて分かったんですけど、そうですね、実践すると一緒に座るとあこれは座禅だよだけどそれは何のためにするとかそれはどこがいいとかそれは本当に言いづらいというか言えないところもいっぱいあります、うん、ないというわけじゃなくて、うん、あるけどなんかこう言うことは難しいと私がもう改めてこう喋ったと言葉、まあ、のおかげというかの影響で少しでもその禅の世界とか座禅の世界に近づくものがいればそれは一番嬉しいと私が思います。本当にそうですね、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。長身長足長身、これは経山禅師の教えです。体を整え、呼吸を整えて座ると、だんだんと心が整っていく。少しずつ、普段見えなくなっていた自分にたどり着く。普段、いろいろな顔を持つ自分。けれど、座禅をしたときは、どんな私であろうと関係なく、ただそこには、ありのままの自分がいました。言葉に言い尽くすことはできませんが、ふっと心が軽くなって、なんだかとても気持ちが楽になりました。誰とも会話していないのに、自分を支えてくれている人や環境、周りのすべてに包まれている感覚になり、心から感謝の気持ちが生まれました。今、座禅は、世界中で多くの方に親しまれています。心の平和や安らぎというものはどこか遠くにあって求めるものではなく、今ここ自分の中にあります。座禅、あなたもやってみませんか？